セリエ A 第24節。本日のゲームはコロッセオでロスデポルスで行われます。この時間はアタランタ対ペルージャ、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが現在は曇っているんですが、先ほどまでは雨がパラついていました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。セリエ A 第24節、アタランタ対ペルージャ。サイドを紹介です。右にエンドを取るのはペルージャ、反対側左のエンドからがアタランタ。カルチネルリ、さあカウンターのチャンスになります。シュート、スポルティエロ、すごい反応を見せました。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。アタランタ、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をすると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。さあ、ファーストハーフで最初のコーナーキックになります。ペルージャクリアです。ロビンゴセンス、大きく縦へ。アタランタ、先日行われた試合の采配ですが、北澤さん、正直どうご覧になりました？まあそうですね、あれは途中からディフェンスの枚数を減らしたのが良くなかったでしょうね。あの状況で後ろシュート、スイドこぼれた。イリチッチ、縦組み立てる。ケビン・ボアテングからゴメス、スペースを狙った。カウンターを仕掛けていきます。中央へ、これは合わせたかったですよね。さあ、前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。グラデルからのスルーパスをカットしました。アンスハテル、さあここでカウンター、裏へ出るか。アタランタが結構中央の選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんですよね。中にいるとなかなかボールを受けられないので、はい、サイドでボールに絡んでチャンスを作りたいんでしょうけどね。なるほど、確かにサイドに人数を立てているという印象です。ディフェンスとしては中の選手がそのまま行くのか、それともサイドの選手に受け渡すのか、はい、その判断をきちっとしておかないと全体的にズレが生じますからね。攻める側としてはあえて流れた選手をおとりに使って他の選手が中に入っていくのも面白いと思いますけどね、はい、お互いの動きをどう読むかがこれまたポイントになりますね。そうですね。長いボール縦へ、イリチッチ、前回の試合ではファーストハーフに先制となるボレーを叩き込みました。スルーパス、つながります。さあ、カウンターを仕掛けます。素晴らしいパス、ゴメス、裏を狙う、これはどうだ。ボアテングに渡る、さあ来た、抜けてきましたよ。っと、これはキーパーよくしのぎました。いやー、押し出し大きいかな。自分の範囲から逃げてしまいましたね。このボールに触ります。大きく縦、ここで受けて裏のスペースを狙う。いいとこありますよ。このボールはボアテング、これいいですよ。コーナーキックのチャンスです。カルチネルリ、
このボールはカットされます。ここでレフリー前半終わりの声を吹きました。まだスコアレスです。北澤さん、前半ご覧になってどう思われました？ペルージャとしては今のところリードは奪えてないんですけども、一つ上げるとすればやはり早めに潰していくディフェンス、これがうまくいった印象はありましたよね。まだ相手に決定的な場面を作らせてませんからね。セリエ A 第24節、アタランタ対ペルージャ、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。後半見ていきましょう。ペルージャとしては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。いや展開早くなってきましたね。ふわっとしたボール、シュートもあります。ボールが上がる、フリーで受ける、シュート、アタランタはメンバーチェンジがあるようです。前線へこの長いボール、これ仕掛けるか、ゴメスからリチッチ、もう空いた瞬間狙ってきますからね。もともとミドル得意ですからね。ミドルシュートに行きました。イリチッチ、ドリブルで仕掛ける、キーパーから前線へ、そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。必死のクリアでしょうね。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。アタランタあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ムリエルから長いボール縦へ、組み立てていきます。縦へのボール、チャレンジはしません。後ろに流す、長いボールを送ります。危ないと、ボールはイスマイル・ベナスル、グラデル、スルーパスを狙う、チャンス、シュート、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出してるボールがね、非常に効果的ですよね。ペルージャ決定的なチャンスを迎えたシーンでした。アタランタ最後の交代枠を使います。
タランタ最終ラインまでボールを下げる。大きく縦へペペ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。裏のスペースを狙う。さあ一気にカウンター、抜けてくる、自分で持っていく。このクリアボール拾いたい。プレッシャー、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。もう一つ前に行きたい。アタランタ、ここはクリアでピンチを出します。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。さあカウンターだ。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。リカルド・クアルスマ、ドラゴミル、スルーパスを出す。そしてここで試合終了。勝敗決することはできませんでした。0-0、ペルージャ8点1を獲得しました。北澤さん、試合の総括をお願いします。両チームともね、納得できてはいないと思うんですよね。もう少しやっぱり攻め切りたかったっていうところがあったと思うんですよね。はい、そうですね。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。セリエ A 第24節、勝ち点1ずつ分け合うことになります。
セリエ A 第25節。本日のゲームはエスタディオ・デル・マルタンガルで行われます。この時間はペルージャ対カリアリ、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。キックオフです。セリエ A 第25節、ペルージャ対カリアリ。サイドを紹介です。左から右にペルージャ、反対側右のエンドからがカリアリ。ドラゴミル、激しいボールの奪い合いです。あ、これファール、取れないですか、レフェリー。カリアリはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。パボレッティ、直近のホーム戦5試合振り返ってみますと負けなし、ホーム戦での安定感がありますペルージャ。カリアリが最終ラインまでボールを下げる、大きく前線に入れます。ボールのどこのパス、マッセラーノ、エベリアーノ、ノボ、裏へのスルーパス、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。いや、今見たく長いパスにタイミングよく反応した上がりはハマった時チャンスですからね。ドラゴミルから中へ、クリア。このピンチをなんとか出します。これ仕掛けるか、シュート、こぼれた、さあ弾いたところ、ブラウンの棒を弾いたボールでしたが、これをうまく詰めました。まさにポジショニング選手が光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。今シーズンの4ゴール目です。さあペルージャ、今日先制はこの早い時間でした。これは自分たちのサッカーがしやすくなったでしょうね、はい、先制できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯がいいですよね、立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。そうですね。裏へ届くか、大きく縦へ、ペドロネト、さあ仕掛けるか、審判流しました。大きく縦へのアーチ、マッセラーノ、ジョアン・ペドロ、仕掛けるか、裏を狙っていきます、裏へ抜けた、素晴らしいパス、シュート、パスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。いや、今ギリギリの勝負でしたけどもね、長いパスにこれよく反応しますよね。上がっていく右サイド、スルーパスを狙う、ドラゴミル、ここで前を向けるか、前線にボールを送ります、裏を狙う、このパスが抜ける、さあカウンタースピードを上げたいところ、スペースを狙う、抜けた、この位置でボールを受けます、どこまで出る、うまいですね、決めてきた、フラン押し込むか、決まった、追加点、
ブラウンがこう弾いたボールを正確に押し込みました。これはセカンドボールを狙ってたんでしょうね。アンブルを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。今日2点目のゴールです。ペルージャ得点を重ね2対0という展開。ペルージャとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね。ペルージャこの前の月のマスリーレポートで前半終盤に得点を挙げるケースが多いとありましたが、今日はそのデータ通りの展開になっています。一気に縦へのアーチ、ここは通しません。ここで長いホイッスル、前半終了です。北澤さん、前半振り返って一言をお願いします。まあ、ルビー監督に言われるのは印象が怖いところでもありますからね、まあ、ゲームをこう終わらせたい3点目を出ておりますね。セリエ A 第25節ペルージャ対カリアリ。ペルージャ前半は2対0という形リードして折り返します。早々とこの後半始まっています。長いボール縦に入れます。ちょっと伸びてしまいました。ペドロネット、このスルーパスは通りません。クリスティアン・オリバー、カリアリ先日の試合ではあまり采配が的確でなかったとの指摘、ところどころありましたね。まああれは明らかに普段やらないような守り方で対応してしまったからでしょうね。結局うまくいかなかったですからね。ペペ、ここはすぐ奪い返します。ペルージャ、ここは中央切り込む、裏のスペースを狙う。アリアリはここクリアで難を逃れます。上げる、ボールを下げてリズムを作るか。縦へのボール、ペルージャここもしっかりディフェンスしました。とこれはつながりません。バッセラースルーパスを出す、中央へ切り込む、いけますよ、シュート、自らドリブルで切り込んでのシュートでした。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。バッセラーヴ、ビルサ、さあ繋がるか、いけるか、上げる、スーゾリキプイ、先月はドリブルを仕掛ける回数がチームで一番多かったとのデータがありました。もう一つ前に行きたい、オフサイドですか。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ペルージャとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。
ペルージャメンバーチェンジがあるようです。この交代がチーム移籍後初の出場となるわけですが、北澤さんどうご覧になりますか。そうですね、まあ、監督がどういった意図でピッチに送り込んだのか、うん、まあ、その理由をしっかりと分からなければいけないですよね、はい、まあ、どの程度できるのか見られてますからね、うん、まあ、本人としてはいち早くチームに馴染むことですよ ね、 そして自分の良さを出すことをしなければ、はい、良さがなくなってしまいますからね。厳しい戦いですもんね。シュート、これはよく止めました。そうですね、難しいボールでしたけどもね、よく止めましたね。いや、枠捉えてましたよね今のボレー。そうですね、しかしまたそれを防いでしまう素晴らしい守護神です。来た、決めた、ガリアリ1点差まで追い詰めます。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。で打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは今シーズンの3ゴール目となります。ガリアリが最後の交代枠を使います。カリアリ、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。カボレッティからビルサー、マルコ・ロブ、このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。左サイド上がっていく、収まった、グレーだ、ビルサーに渡る、ここに来て同点。いやー、よく詰めていましたね。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。カリアリ見事な同点劇を見せています。いや、こうやって追加点が決まることは、全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。一気に前線にボールを送る、カボレッティからのパスは通りませんでした。ビルサ、裏へのスルーパス、フリーだ、シュート、いやー、カリアリ絶好の得点機、ものにできません。いや、緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね、今日のゲームは。この場面でスーパーセーブです。ボールはクリア。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。チャンスを演出できるか、リカルド・クアレスマ、長いボール縦へ、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。
裏を狙う、中央へ、大胆なんです。危ないところでしたがなんとか切り抜けます。チャンスになる。さあシュートまでいけるか。フリーで受けるシュート、フラーミョ、素晴らしいシュートなんですがキーパーのど正面、ちょっと正面でしたけどもね、今開きましたからね。笛です。2対2、ペルージャ引き分けて勝ち点1を手に入れました。リーグ9、北澤さん、今日のゲームどうでしたか。結果として引き分けましたけども、やっぱり修正すべき点はお互いにあったと思うんですよね。そこをしっかり見直して次に生かしていけばまたさらに成長していけるでしょうね。はい、ありがとうございます。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。さあ、そろそろお別れの時間です。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。